愛のある政治を見せます。それでは山本太郎、よろしくお願いします。今回は国を左右する選挙でございます。おはようございます。どうぞどうぞございません。国の未来を左右する選挙になります。おはようございます。山本太郎、都知事になったらこの国を回っておられます。おはようございます。今幕末と一緒なんですよ。もう終わりなんです。この国はこのままだと。どん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 人口が減っていくんですよ。全人口の女性の半分、50歳後半です。何を運ぼうよ、政治も全て社会的システムを全て変えていかなければもう全てしまいます。財政破壊論者は嘘です。皆さんから現金を回し上げるために、私は全然いいです。幸せが YouTube に残ってますよ。お金なんかすりゃいいんだって。おはようございます。麻生財務大臣、やがて水を取ったらそろっとかお金引っ張るだろう。たった10万円も必要にしろ。国民のためには配らない、自分たちには金は使う放題。このまま連日ですか、国家がなっても国民は、国家がなっても国民は生きていきます。ところが国家は、我々がいなかったら成立しないんです。国民がなかったら国家なんか成立しないんですよ。おはようございます。国家のための国民ではありません。国民のための国家なんです。おはようございます。国民のために国家をやらなければいけない。そうなんです。そのための税金なんですから。税金取りにと国民を不安にさせたり国民を動かせる、そんなことはありえないんです。もう気づいてください。税金と一緒なんですよ。搾取されているんです。だから税金を払っているから、ゆっくり民主の国民はどんどん声を上げていいんです。おはようございます。民主党のやる気がないんです。誰も助けようとしないんです。いってらっしゃいませ。良い一日を過ごしください。山本太郎は国民党に表明いたしました。お友達がいましたら何とぞ山本太郎を選ばせていただきます。必ず一人も取りこぼしません。絶対助けます。それで日本がモデルケースを作ります。山本太郎が責任になったら日本はバラッと変わります。おはようございます。見てみたくないですか。本当に変わった世界を見せたい。おはようございます。私は見てみたい。おはようございます。今まで愛を包んできて政治家がいたであろうか、山本太郎って言われた、それがこの国の悲劇なんですよ。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日をお願いします。おなされる。おはようございます。おはようございます。本日も朝から大きな声を出します。おはようございます。いってらっしゃいませ。福場未来市の皆様、本日も朝から大きな声で大変な声を報告しております。日本には地方財政が流れます。地方債を切ってても国民を助けられるんですよ。無能な政治家が地方人の地方人は地方なんです。地方出身人にはだから何もできないんですよ。地方人というのは地方層の人たちがやってるから。おはようございます。山本太郎が東京都知事になったらこの国は変わります。東京都知事になったら東京都知事になったらお願いいたします。我が国アメリカにどのぐらいお金貸してますか。最強ドルですよ。
ございます。お金を配れば人は助かるんです。おはようございます。お金があれば助かるんです。この国は自国通貨でです。